今回はですね、コスパ最強焼肉、幻の牛生タン丼が食べれるこのお店、焼き丸にやってきました。なんとここのお店ですね、名古屋の新栄にもあるんですけど、今回はね、愛知県西尾市の焼き丸の本店にやってきました。キムチも美味しそうで、結構肉質がね、値段がすごく安いのにめちゃめちゃいいっていう、結構こだわりの肉を使ってるんで、僕も普通にね、美味しく食べたい方、しかも安く食べたい方、みんなにおすすめできるお店だなと思って今回紹介しました。でこれ生タンっていうんですけど、ここのお店自慢のこれでね、後で丼を作っていきますので、なんかこれがね、インスタですごく流行ってるんですよね。ぜひそれもね、楽しんでいただければなと思っております。ちゃんとね、丼も用意したんでね、後で持っていきたいと思います。生タンはね、なんだろうな、結構いい肉使ってるんで、そんなに僕は焼かずに、なんかレア気味が好きなんですけど、もう一人一緒にいた子は結構しっかり焼きが好きなんで、割としっかりめで焼いてるのかな、これは。けどね、全然僕はもう本当にタンが汗かいてきたら裏返し、あとはもう炙るだけみたいな、それぐらいが本当にちょうどいいかなって思っちゃいますね。はい、そして裏返していく。うまそうでしょこれ。あ、いい感じに焼けてるよね。割れ上げ味が好きだけど、こういう感じもね、全然捨てがたいっていうか、普通にうまく食べるんだったらこれぐらいだよね。いやー、いいなー。あとは炙るだけです。炙るだけ。はい、それでは皆さんね、見てください。これがね、インスタで話題のね、焼き丸名物、焼き丸名物っていうか、勝手になんかインスタグラマーさんたちが作ってる丼なんですけど、焼き丼の牛生タンで丼作るとね、映えてめっちゃうまいっていう、もう見るだけでわかるよね。ほら見てよこれ、卵もね、これ卵黄これ別で頼むんで50円だったかな、で頼めるよ。うまそうやな。でこれね、特製サーロイン、これでご飯にオンして食べるのもね、超おすすめなんですよ。うわ、なんか高級感出とんな、こうやって乗せて。全然2枚でいいんだけど、なんか3枚乗せちゃってる。うわ、うまそうやな。でこれも卵黄をね、上から乗せて。いやー、いいね、見晴らしがいいですね。普通にそうやって端割り玉割りしてからの、いただきます。これがめちゃめちゃうまいんだよね。普通にカルビとかもね、普通にうまかったです。でしかもね、メニュー表ちょっと取り忘れたんだけど、普通に安いんですわ、ここで。しかも、まあ、何度もいいけどね、普通に肉質がね、いい感じだから、お金のない人、ちょっと今月厳しいわっていう人で、ちょっと贅沢したい人、まああとは普通にコスパのいい焼肉を食べたい人、あとはインターネット、インスタで、いい写真を撮りたい人、YouTuber、本当になんか撮りまくりです。みんなにおすすめ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。美味しいね、牛タンってあんまり、なんかね、僕、出会うことって難しいなって思ってたんですけど、普通にありました。美味しい牛タンはね、焼き丸にありました。丸ってまず可愛いよね。なんとか丸。なご丸。こんにちは、なごまるです、みたいな感じで、なんかめちゃめちゃ愛嬌のあるお店で、でここが本店で、名古屋にも展開してる、新栄にもあるみたいな感じなんで、ぜひ皆さんね、気軽に名古屋観光に来た際には、焼き丸に寄ってみて、で映える丼にね、ぜひ挑戦してみてください。はい、なんかね、こんな感じでね、最近俺普通にメニューを創意工夫するのにハマってて、なんか勝手に裏メニューとか創意工夫メニューを勝手に作っちゃうんですよ。はい、ひょっとしたら飲食店に行ってね、そのメニューないっていう感じじゃなくて、実は作ってるみたいな感じたまーにあるんで今回のね、生牛タン丼も皆さんもぜひ作って楽しんでみてください。はい、ということで、ぜひ、そうだ、僕の励みになるんで、コメントをめちゃめちゃお待ちしております。こんなお店紹介をしてほしいとか、お金のない〇〇です、けどめっちゃ食いたいです、焼肉教えてくれませんかとか、何でもいいんで、スイーツをしてくれませんかとか、何でも気軽にコメント欄にコメントください。
あと高評価もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。また来週。